から審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半を終えまして、クラブウェアズが21点、大阪府警シールズが0点という状況になっております。クラブウェアズが試合慣れしているその感覚を生かしまして、3つの勝ち点を重ね、現在主導権を握っているといったところが感じられます。大阪府警としては何としてもこの実戦の感覚を取り戻したいといったところでもあるでしょう。その意味では後半戦、その状況打開策を大阪府警見出すことができているか非常に注目といったところになります。またクラブベアーズも、新旧新たな戦力入り混じり、現在そのチームのさらなる再構成を狙わんというところでしょう。昨シーズンは非常に素晴らしい戦いぶりを見せまして、 X2 を狙えるその一歩手前というところがチームを立て直してきたところを感じ受けました。その点におきまして、今シーズン再びその名を轟かせる形になるのではないかという期待を抱かせつつ、本日もそのように試合を運んでいるところが印象強いところにあります。この秋のことを考えますと非常に注目となります。交流戦まもなく後半戦再開となります。選手戻りまして、まもなく後半戦再開となります。後半戦はクラブウェアズのキックオフで再開する形になります。キックオフキッカーはクラブウェアズ87番ユキタが務めます。大阪府警はリターナーに16番と22番を配置する模様です。16番は内田、22番は平井です。さあ、大阪府警リターンに入ります。これはナイスリターン。リターンは22番左側を選択しまして、相手のディフェンスの隙間を縫うように突破、自陣36ヤード付近からの攻撃を得ました。この位置から大阪府警の攻撃です。大阪府警本日は22番の平井が活躍を狙っております。大阪府警自陣37ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック4番、左に展開した16番にパス。16番、これを見事にキャッチしまして、パス不成功です。パスは失敗となっておりました。失礼いたしました。従いまして、ボールは元の位置に戻りまして、セカンドダウンに変わります。さあ、今度は中央にランニングバックを突入させました。ハンドオフから密集点突破を図りまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。キャリアは22番の平井です。大阪府警サードン8。
スラップ見られましたが、なんとかクォーターバックこれをカバーしまして中央突破を図りました。しかし前進することはできずフォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン8パンクフォーメーションを取りました。さあ攻撃権更新になったでしょうか。プレー成功です。攻撃権更新、大阪府警ファーサー。ここでパントをフェイクにしましたのランプレーとしました。パンターに入りました22番左オープンにランプレーを展開し、相手のラッシュをかわして攻撃権更新果たしました。見事ギャンブル成功です、大阪府警ファーサー。さあここは左のランによりまして攻撃継続なりました。これが突破口になるでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードからの大阪府警ファーストアウト。しかしベアーズナイスディフェンス。ここで右オープンにランプレーを展開しようとしました大阪府警。しかしここでクラブベアーズ51番、43番、24番とディフェンスに群がりましてこのランを阻止しております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。51番は6位、24番は真渡りでした。不成功。ここで大阪府警中に切り込んできた16番にパスを投じましたが、16番これをキャッチできずパス不成功でサードオンに変わります。大阪府警サードオン10。クォーターバック4番パスを投じると下がりましたが、ディフェンスラッシュ厳しくそれを回避するためにランに転じようとしましたが、しかし結果的にゲインできず QB サックパスを投じる場に仕留められました。フォースダウンに変わります。大阪府警フォースダウン10パントフォーメーションを取ります。出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度はクラブベアーズに攻撃変わります。クラブベアーズ自陣21ヤードからファーストダウン10。ホイッスルが鳴っています。タイムアウト、タイムアウト。大阪府警ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。
ムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズファーストダウン10。6番右にロールアウトしてそこからキープ、自らの走力で約8ヤードゲインとしています。クォーターバック6番は杉谷です。 X リーグのレジェンドクォーターバック、ここで現在も活躍しております。クラブベアーズセカンダウン2、パス成功、ファースト。クォーターバック6番、今度はワイドレシーバー12番にパスを投じまして、12番これをキャッチし攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。今度はワイドレシーバー12番小田が素晴らしいキャッチで攻撃継続を達成しました。攻撃がリセットされてクラブベアーズファーストに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ試合再開です。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック6番、中央走り込んだワイドレシーバー0番にパスを投じましたが、このパスはショートしパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ G42 ヤードからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック6番、右にカウンターをかける形で、カムバックしてきました12番にパスを投じました。しかしこれは大阪ガスも対応しましてノーゲイン、サーダウンに変わります。失礼しました、大阪府警が対応いたしました、失礼いたしました。クラブベアーズサーダウン9。パス成功。ファースター。クォーターバックの番、今度は右に展開していた82番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事にパスキャッチ決めましたのはクラブベアーズ82番寺崎です。クラブベアーズ相手陣46ヤードからファーストダウン10。ファースター。今度はランニングバック45番ハンドフォーを託されまして中央突破、そのまま一気に前進しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。
見事攻撃権更新果たしましたがクラブベアーズ45番の川端です。クラブベアーズ相手陣29ヤードからファーストダウンテ、パス不成功。今度は中央付近にいましたワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスはタイミング合わず不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10、パス成功。今度は中央横切りましたワイドレシーバー0番にパス、これは大阪府警13番タックルしましたがゲインは約4ヤードとなっています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムがタイムアウトが入っております。先ほどのプレーパスキャッチしましたのは0番の河野でした。それをタックルしましたのは大阪府警の13番吉岡でした。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズサードダウン6、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。先ほどはオフェンスの反則イリーガルフォーメーションでした。不正な体型でプレーをしたという形になっていますが、しかし大阪府警はこれを取りません。プレーを有効とする形にしてフォースダウンに変えます。従いましてクラブベアーズフォースダウン5の状況に変わります。クラブベアーズこのフォースダウンでフィールドゴールによる3点を狙います。フィールドゴールトライ、クリングス42ヤード。このキックは失敗、フィールドゴール失敗に終わりました。従いましてここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪府警に変わります。結果的にはこの攻撃をしのぎまして攻撃を取り返す形に成功しております。
攻守変わりまして攻撃大阪府警に変わります。大阪府警自陣24ヤードからファーストダウン10。試合再開です。大阪府警自陣24ヤードからファーストダウン10。右オープンへのランプレー、ハンドオフからランニングバック、スピードに乗って右オープン展開を図りました。この攻撃によりまして約4ヤードのゲインとしています。失礼いたしました。4ヤードほどゲインとなっております。キャリアは22番の平井でした。獲得距離6ヤードに訂正します。大阪府警セカンドダウン4。さあ今度は中央になだれ込みました。密集点突破しまして攻撃権更新を図りましたが、まだそれには至っておりません。サードダウンに変わります。大阪府警サードダウン2。中央への手で突破を図りました大阪府警。しかしそれはクラピアーズ56番見事に対応しましてフォースダウンに変えます。素晴らしい対応を決めましたがクラピアーズ56番のプレイヤーでした。56番上村のナイスタックルでした。終了です。第3クォーター終わりましてクラブベアーズ21点、大阪府警シールズ0点。攻守方向入れ替わりましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。